2017年から国内で復活したハイラックス。歴史は古く、元祖は1968年、今は8代目になる。ピックアップトラックでラダーフレーム、副変速機、リアにリジットアクスルを持つ本格クロカン SUV だ。300系やプラドと違い、普段は肉で走るパートタイム 4WD。 エンジンは直四の 2.4 リッターディーゼル 2GD エンジン。海外にはプラドと同じ 1GD も搭載される。足回りはフロントは乗り心地のいい独立懸架のコイルサス。リアはリジットアクスルにトラックらしく板バネの構造だ。ちなみにハイラックスはホーシングの上に板バネがあり、俗に言うホーシング逆付けの構造。グレードは2つあるが、リアデフロックは標準装備。ハイラックスの本気度が伝わってくる。海外では壊れない車として海に沈め、燃やし、ビルと一緒に爆発させたが走り出すという耐久力で話題になった。予算は350から450。国内新車では間違いなく最もタフなハイラックス。それだけの価値はある。